あ、なんか出てきた、出てきた、出てきた。おー、出てきた、出てきた。みるみるランド。はい、どうも、みんなのヒーロー、ゆうきです。今日は100均のダイソーでね、なんか面白いやつ見つけたので、マジックライトペン、見えない文字が浮かび上がる不思議なペンということで、なんかね、ドラえもんの秘密道具にありそうですよね。テレレレテリー、マジックライトペンみたいな感じなんですけど、ちょっとやってみたいと思います。はい、じゃあマジックライトペン開封していきます。中に付属で電池が入ってるみたいです。このブラックライトを照らすと文字が浮かんでくるらしいです。みるみるランド。はい、じゃあ実際に文字を書いてみたいと思います。はい、今実際に字書いてみたんですけど、どうですかね。何も今見えてない状態ですよね。じゃあね、このマジックライトペン当ててみたいと思います。マジックライトペン。はい。あ、なんか出てきた、出てきた、出てきた。おー、出てきた、出てきた。すごいこれ。しかも、ブラックライトだからね、この文字が光ってるのがすごいかっこいいですね、これ。みるみるランド。みるみるランド。いいね、これかっこいいな。へー、すごい。みるみるランド。はい。というわけで、マジックペンやってみたんですけど、これなかなかいいです。面白いです。本当にね、ライトを当てるだけで文字が浮かんでくるっていうね。ただ文字が浮かんでくるだけじゃなくて、ブラックライトでピカーンって文字が光って出てくるっていうのがすごいね、かっこよくて面白いなと思いました。ぜひね、これも100円ダイソーで買えるのでやってみてください。では、さようなら。